どうも、シャーペンです。まあ、本題に行く前にちょっとね、コメント返しなんですけども、まあ、こいつ同じ内容のネタばっかりだなというコメントをいただきまして、まあ、これに関しては本当にね、反論できないです。すいません、本当。まあ、ちょっとね、理由としては、ネタがないという、昔のね、ものをリメイクしていっても、やっぱり自分から見てもね、マンネリ化と言いますか、本当すいません。まあ、それなんで、まあ、よかったらコメント欄から、なんかリクエストありましたら、できるだけ受け付けるんで、お願いします。まあ、ということで本題に入りますけども、これもちょっとね、僕の少ないネタから引っ張り出したものなんですけども、今なんかウイニングイレブンっていうゲームがツイッターで話題になっているらしく、まあ、調べるとなんかすごいメンテナンスしてるらしいですよね。何十時間、もう何百時間とか言ってるんですけど、そんな言ってないか。かなり話題を呼んでるらしいですけども、まあそうなるとこっちも気になりますよね。モンストのメンテナンス、歴代最長何時間やったんだろうと気になったわけなんですよ。まあということで、また僕がパソコンをカタカタして調べてきました。まあそれなんで紹介していこうと思います。で、それが2016年3月8日バージョン 5.6 アップデートらしいですね。普段ドラえもん関係のメンテですかね。で、まあ内容としては予定は、まあ、0時から5時までだったんですよ。まあこれはまあいつも通り寝て起きたらもうモンストできてるって状況になっているはずだったんですけども、いろいろと不具合があったらしく、まあ、それでだんだん延長されていって最終的に午後17時17時間ですね。まあ、これがおそらくモンスト最長メンテナンスだと言われてますね。コラボ関係なんで、コラボ相手の顔に泥を塗るようなことはできないんですよね。それで多分入念にメンテナンスをしたんだと思いますね。でも個人的にはね、ちょっと意外と短いなっていう。最長でも17時間、1日経ってないですからね。だから普通に他のソシャゲとかね、下手したらなんか何百時間とか言ってるやつも結構見たんで、いや、これ結構優秀なんではないかと思いましたね。で、ちなみにこれのお詫びが、オーブ10個。まあ、これで結構すごいと思いますけどね。で、これにプラスして、星5確定ガチャっていう。しかもこれ限定キャラも出たらしいですね。太っ腹だなと思っちゃうんですけどね。もうこれはなんか人によって見方変わってきますね。太っ腹なのか、足りないのかわかんないですけど。いや、でもほんとさっき言った通り、なんか思ったよりもね、短かったんで、すごいなと思った。まあ、ということで、まあ、よかったらコメント欄から、まあ、これについてなんかありましたら、もしかしたらね、これ間違ってるかもしれないんで、なんか間違ってたら、コメントください。訂正します。これ以上とかあったら、あとぜひ、チャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎日モンストの動画を投稿してるんで、よかったら登録していただけると、投稿していく、モチベーションにもつながるんで、どうかよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。